文字港レトロ街並み文字コレトロは、福岡県北九州市文字区にある観光スポット。JR 文字港駅周辺地域に残る、外国防疫で栄えた時代の建造物を中心に、ホテル、商業施設などを、大正レトロ町に整備した観光スポットであり、国土交通省の都市景観百選、土木学会デザイン賞2001最優秀賞を受賞している。 対岸に位置する山口県下関市のカラと岩流島などとの周遊ルートとして多くの観光客で賑わう。1988年から整備を開始、1995年3月にグランドオープンした。順調に観光客数を伸ばし、2003年には対岸の山口県下関市にある岩流島が NHK 大河ドラマ武蔵武蔵の舞台になったことで、 年間255万人の観光客を集めた。翌2004年には反動で前年を下回ったが、焼きカレーが注目を集めていることもあり、2007年の観光客数は220万人まで回復している。2003年には、地区近辺4カ所のバス停留所名に、レトロを監視したり、もじこ駅ともじく内の若めがに地区を結ぶ、周遊バスを運行するなど、バス利用者に対する、 利便性の向上を図っている。旧文字税関と文字工レトロクルーズ照明デザイナー、石井美希子のデザインによる、照明演出、文字工レトロナイトファンタジーが、毎日、船だまり周辺で開催される。海峡プラザ側から撮影観光客の推移、北九州市役所統計、改築に伴う展示室一時移転のお知らせ、いでみ美術館。 http://www.idemitsu.co.jp:/museum:/news:/150203.html2016 年11月6日閲覧。りりいいはい、ありがとうございます。